トヨタ自動車は4月21日、新型コロナウイルスに感染して軽症者の移送用車両1台を千葉県に提供したと発表した。提供した車両は千葉県からの協力要請に対応してトヨタのJPN タクシー、ジャパンタクシーをベースに、運転席、助手席のある車両前方スペースと、後部座席以降の車両後方スペースの間に隔壁を設置し、前方を気圧、後方を陰圧とすることによって、後方の空気が前方に循環しないようにコントロールした、飛沫循環抑制車両。トヨタ自動車東日本東富士研究所が再発、仮装した。すでに東京都内の病院などにも同様の対策を施した車両5台を提供、軽症患者の移送に活用されている。トヨタでは医療現場のニーズを聞き取って、ドライバーへの感染を防止して軽症患者を安全に運べる車両を提供することで、病院の病床を確保して医療崩壊防止に貢献していく。